六本木ヒルズをメイン会場に11月3日まで開催されている東京国際映画祭ではオリジナルメニューの屋台が出店しています。こちらがサラダの店。映画見ながらでも食べやすいようなサラダラップと、あと寒いので生姜をすごく使ったスープ、食べるスープと自家製のシロップを使ったホットジンジャーワインっていうのをお持ちしています。ホットジンジャーワインはなかなか多分珍しいと思うんですけど、カカオニブというチョコレートの原料も入れてノンアルコールもあります。スーパーホットドッグではソーセージもマスタードもケチャップ全部自家製です。あと原寸大ですが25センチのホットドッグがメイクですね。上にチェダーチーズがどっさりかかってます。こちらは鴨肉のお店です。鴨市ワイン酒場と申しまして、取り扱っている、鴨肉なんですが、愛知鴨といいまして日本一生産数の少ない鴨肉、1日70羽しか生産してない鴨肉となります。でそちらのお肉を豊橋の生産者から、毎日フレッシュな鮮度見物を。以上、東京国際映画祭会場からお伝えしました。